中学校は小学校と同じ校舎の中にあって、みんな家族みたいです。わしの名前は右田そよ。あんたと同じ中学2年生です。大沢ひろみくん、中学2年生じゃ。大沢っす。はあ、イケメンさんじゃん。言葉は三角で。トンコかね。東京から近所だった田浦のじっちゃんの孫いうの。もうさっちゃんしっこは。しっこじゃ。手よく洗った。おしっこ臭いデザートって嫌じゃん。ああ、俺こっち。お化けみたいし。なんでこっちの道来たかっつうと、二人っきりになれっかなと思ってさ。言葉は三角で。彼女？あんたのところの息子とうちのことは付き合いさせんぞ。何の話？お父ちゃんが浮気しとる話。たまにはええよ。やったー、東京だって。修学旅行？俺さ、東京の高校受けっかも。もうすぐ消えてなくなるかもしれんと思うや、些細なことが急に輝いて見えてきてしまう。天然コケッコウ。耳澄ましてみんさい。これ山の音がゴーゴー聞こえるけ。ほんとじゃ、ゴーゴー言うでかっちゃん。